海辺の文学記念館海辺の文学記念館は、東海地方西部、愛知県蒲郡市竹島町にある博物館である。蒲郡市の海辺の五館の一つである当館は、最も早くに作品内で取り上げた、菊池博士をはじめ、志賀直也、谷崎純一郎、山本雄三、川端康成、井上康三島幸男などに代表される大賞。 昭和初期を中心とした多くの作家や文化人が滞在し、作品やエピソードを残した旅館、長万館の趣を再現した文学歴史記念館である。明治末期に建てられた長万館は竹島橋のたもとにあったが、1980年、建物の老朽化と世相の移り変わりに対応できなくなって廃業し、建物は1982年に取り壊された。 当館はその跡地に立地する。跡地は、当館の建設前の1982年から1997年に、かけての間は、竹島海岸の海浜公園、グリーンパークとして活用されていた。館の建物は、中央本庁にて1910年に建築された、木造平屋建ての岡本委員診療所が、建て直しのために取り壊されることになった際、これを、 ガマゴリ氏が譲り受け、町づくりに活用するべく、再現保全した、建築物として1997年に建てられた、ものである。土台のない掘立柱であったことに加えて梁なども、細かったため、柱梁の構造材の使用は、断念せざるを得なかったが、実測をした上で外観の再現保全に努め、建具などを再使用したものとなったの1996年度。 愛知県地域個性形成事業費補助金2060万円を受けて総額6980万7000円をかけて整備された。蒲郡プリンスホテルの下方に位置する竹島海岸の海浜公園グリーンパークの一角にて1997年5月11日に入場無料の支援施設として開業した。年間入館者数は1998年。 1999年とも約2万5000人であった。2020年4月より、ガマゴーリクラッシックホテルが指定管理者。ガマゴーリ氏ゆかりの作家や、ガマゴーリが登場する文学作品の紹介と、が、マゴーリ手紙大賞の作品が展示されている。常磐館、旧ガマゴーリホテルに関する資料などや、 旧釜氷ホテル時代に、修備堂の木下のにかけられていた、彫刻作品12シスカ絞り額が展示されている。時手紙は、2001年に始められた取り組みで、 ガマゴーリを訪れた記念などに2ヶ月後から最長で10年後に自分自身や家族など指定した人物に送れる手紙を来館者本人の希望する年数に応じて保管した後指定期月になり次第発送するというサービスである料金は保管年数によって異なるサービスの開始年から10年が経った2011年あたりから手紙を受け取る人が 全国各地で増え始め、話題となっていった。思い出ノートは、来館者が自由な発想で感じたことを書けるノートで、あり、楽しい旅の思い出や釜氷に対する感想などを、記すことができる。ありがとうございます。